申し上げますから、推測していただければもう分かると思います。それでただただただ先ほどですね、開国フォーラムの時に読んでも分かんなかったっておっしゃいましたけど、確かにですね、あの時は私は、いわばまとめ役だったわけです。ちょうどこう中間にいて まとめる立場にあったものですから、ニュートラルに話をしていたのは事実でございます。でその上 で私の考え方を若干でも申し上げれば、先ほど申し上げたことに加えてですね、やはり世界の人口がこういった人口減少時代の中で70億になる、その中でアジア太平洋地域が40億人いる、そして中間層がどんどん増えていく、そういう中で私たちが豊かさを引き継ぐためには、やはり外に目を見開いて、大きな判断というか対極的な判断をするべきだと、同時にこの機会に農業についてもしっかりと強化策を打ち出すべきだというのは基本的な考え方であります。山本君、何言ってるかよくわからない。今のじゃって類推してくださいって言うんだったら、今のだったら外務大臣はやはり TPP に参加すべきだと思ってるっていうことでしょ。なんでそんなことは言えないんですか。これ日本にとって非常に大事、それ関係閣僚とか関係ありません。あなた外務大臣でしょ。 TPP に前向きなのか賛成なのか反対なのか言ってくださいよ、ちゃんと。現場外務大臣。いや、前向きだってことはもう申し上げられます。山本君、今前向きだっていうこと、それをちゃんといただければ、それはそれでも一つの考え方でいいんです。私ね、そのTPP についていろんな考え方があると思うんですが、もちろんその TPP をやることによって、自動車産業とかね、あるいはその製造業とか輸出産業、これにはおそらくブーストになるかもしれない。で、かたや今ちょっと現場大臣が農業の問題言いましたけども、農業を含めた国内産業にはやっぱりダメージがあるかもしれないと、そういうところであるんですが、やはりこれもそちらの党でもうちの党でも出てますが、情報がですね、さっき谷岡さんもちょっとおっしゃってた覚えがありますけど、情報がよくわからないと。これからどういう分野が本当にその問題になっていくのかってよくわからないと、ちょっとざっと調べてみたけど、やっぱり非関税障壁撤廃すれば、医療とか公共事業とか職員安全の分野とか、金融サービスとか労働市場とか、いろんなことが議論になるかもしれない。で、外務省とかそこら辺は、いやいや、これは議論になってませんっていうけど、わからないですからね。だからそこは私は十二分に慎重に議論するべきだと思うし、私はね、さっき佐藤委員が非常にポイントをおっしゃいましたけども、なんかこう対米アピールしなきゃいけない。あ、日米、大事ですよ。野田総理が、パネッタさんにも言ってましたけど、日米安全保障条約は基軸だと。日米外交基軸だって言ったことはね、それは正しいと思いますが、対米アピールをしたいがために一生懸命なんかね、この、APEC に向けて弾を探す。そのさっきの今度の普天間もそうだし、あるいは今度のスーダンもそうだし、なんか BSE のね、アメリカのその牛肉の輸入問題もそうだし、あと例のその国際結婚したカップルが離婚した時のね、そのいろんなハーグ条約の話とかね、こういうのをなんかこう、とにかく APEC の玉の材料を揃えたいからみたいな感じでやっていくのは私は良くないと思うんで、私はそんな簡単にね、野田総理が情報もよくわかんないのですよ。いや、もう APEC で参加するんだと。これわかります。報道ベースで。外務大臣も知らないんだから。知らないんだから。報道ベースで言うと、周りの人たちにね、いや、やるしかないんですよと。これは私は、拙速だと思いますよ。その点については、外務大臣どう思います。現場外務大臣。情報がですね、どのくらい出てるかということでありますけれども、外務省として、情報収集体制を強化して、私自身もですね、TPP 交渉参加国の外務大臣には、もう、会った時にはですね、その都度、とにかく情報くれと。もうドラフトくれないかって言ってるんです。ただ、ドラフト途中でしょ？途中って簡単に出しません。率直に申し上げて。井口先生なんか大使やれてたからご存知かもしれないけど。出さない。で、もっと言うと9カ国でですね、出さないってこう申し合わせしているようなところがあります。だけど、精一杯の情報収集してます。で、隠すようなことをいたしません。精一杯出します。で、先ほど例えば、医療はどうなんだとかですね、政府調達どうなんだっていう話がありましたけど、そういったことも、もう現状はこうで、こうなる見込みである。例えば政府調達だったら今中央政府の議論されてて、地方政府もまだされてないけど行くだろうと、地方政府の議論もされるだろうとか、もう正直にそこは全部申し上げたいと思ってます。山本君。
情報開示していただくのは当たり前だと思います。日本の国益がかかってるんだから。だから要は、その結果、情報開示して、いろんなこれから情報が入ってくるのもわからないうちに、APEC でもう参加するみたいなことばっかり先にね、行かないようにってことを申し上げても、承知しておりましたが、最後に、市川大臣に申し上げます。今日はもういちいち言いませんが、市川大臣のシビリアンコントロールの発言は、私は言語道断だと思いますよ。どんな状況であっても、自分は素人だとかですね、防衛大臣になってから絶対に言っていただきたくないと思いますから、反省してください。さっきの答弁聞くとなんか私の発言が誤解されたみたいに言われてますけど、あれ言っただけで北朝鮮にもね、中国にも、そして盟友の韓国にもね、アメリカにも間違った情報がいきますから、そのことだけはっきり申し上げ、引き続きまたこの問題予算委員会でやってきますから、それだけ申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。午前の質疑はこの程度にとどめ、午後1時まで休憩いたします。